こんばんは、もくです。イエーイ。今日はですね、なんとふるさと納税ですね、カステラ開けました。ウェーイ。ということですね。カステラ食べてみようと思います。ふるさと納税ご存知ですかね？住民税とかはですね、他の、都市にこう、なんか納税するんです。寄付することができて、まあ、その上限金額って自分のその、収入で決まるんですけども、その収入の一部をですね、納税すると、まあ、お礼で返礼品が届きますということで、まあ、今回僕は、まあ、いろんなとこ、イクラとかですね、ウニとかやったんですけど、その中の一つでカステラが来ましたね。で、まあ、ふるさと納税やってない方がいたら、ぜひやった方がいいですね。なんでかっていうと、2000円、たった2000円の手数料で、まあ、いろんなとこでこう、寄付するとですね、お金、いろんなものを届くんで、ただ、その上限があって、例えば、まあ、年収がね、500万円だったら、これぐらいふるさと納税できるよとか、家族とかによって違うんで、ちょっと見積もった方がいいんですけども、それ超えなければですね、寄付した分がですね、税金が払わなくて良くなるっていう風になるんで、まあ、そうするとね、返礼品の分だけ得だし、手数料2000円はかかっちゃうんですけども、もらえるものっていうのはね、ほとんど2000円以上の価値が来るんですよね。で、前回ね、ステーキ焼いたと思うんですけど、あれ多分、1万円以上すると思うんですよね。グラム多分2、3000円ぐらいするような肉だと思うんで。まあそうするとね、あれ確か400グラムぐらいあったんで1万2、3000円とかですよね。あれ3万円分寄付したら肉が来たっていうことなので。で、結局ね、全部で合わせて手数料が2000円っていうことなので、ぜひですね、まだ年内ね、あと10日ぐらい残ってますけども、ふるさと納税、ま、ね、上限があるんで、ほんとね、100万円とか、1億円とかボーンとぶっ込んでも、ほんと寄付なっちゃうんで、上限超えると。それはちょっと注意してくださいね。ということで、この届きました。イェーイ、ちょっと、開けかかったところで、ちょっと開けたところ、お、これ取った方がいいんじゃないかな、と思ったんで、ちょっと開いてます。まあ、こういうの考えるようになると、まあ、ね、YouTuber かなって気がするんですけど、冷凍でですね、ヤマトさんが届けてくれてね、ちょっと昨日家で出かけてたからですね、昨日も来てもらったのみたいなんですけど、申し訳ないですね。ちょっと開けてみますか。ウェーイ。これどこだろう？長崎カステラですね。ちょっ。イェーイ。おー！いいっすね。カステイラ。なんか、長崎の出島とかのあたりですかね。伝承、長崎カステラ。これザビエルなんですかね、フランシスコザビエル、わかんないですけども。なんかね、パッケージがおしゃれですよね。偉人堂さんの、あ、偉人堂いっぱいありますね、偉人堂。お、なんか照明が、偉人堂さん。こんな感じで、なんか店舗がいっぱいある中でですね、送ってくれましたね。これ確かね、5000円の返礼だったと思うんですけれども、5000円分を、その、多分長崎なのかな、寄付したら、まあ、これがお礼に返ってきたってことで、長崎カステラのしおり。いいっすね。よいしょ。で、開けてみましょうか。ハサミでチョキチョキ。食えるかな？どうやって食おう、これ。うすうす、この前の、ステーキのね、焼いたの見てくださった方はわかるかと思うんですけど、むちゃくちゃ僕、豪快でですね、めんどくさがりなんですよね。なんかすげえ細かい性格してると思われがちなんですけども、むちゃくちゃ実は豪快な性格で、イエーイ、うーすげえ。どうやって食うんだ、これ。紙を外して、紙を外して、おぉ。いただきます。あ、美味しい。これザラメが入ってる。まさかね、このまま食べると思わない方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、甘いですね。うまい。ちょっとカッパーさんが汚れちゃうんで、ちょっと下に。うまい。真空チタンタンブラー、おすすめの品ですね。うまいね。これね、配達でさっき起こされたんで、これお昼ご飯になるかもしれない。うまい。
しい。一回ね、3年前ぐらい頼んだんですよ、これ。で、今年5000分ぐらい余ったんで、リピートですね。うん、うまい。あと、イクラがね、さっきイクラが1キロ来たんで、またイクラ丼でも作りますかね。あと、何頼んだっけ？なんかこの前動画に来たけど、牛丼と、牛丼じゃないや、牛タンと。干し芋とかね、一気に頼んだんですよ。結構そのなんか、年収がね、自分の場合、サラリーマン辞めてるんで、個人の年収が、いくらになるかって結構決まらないんですよね。決まらないっていうか言い方おかしいな。売り上げが変わったりするから、なかなか最後までならないと自分のその年収っていうのは読めなかったりするんですよね。だからまああのね、不動産の収入とか、あのね、それで、なんだろう、経費が出まくったりとかね、あの、大規模修繕とか、だから雨漏りしちゃったりとかしてね、100万、200万吹っ飛んじゃったりすると、そうするとね、あの、年収下がっちゃうから、あともしね、あの、不動産売却したりとかすると一気にその、個人、あの、ふるさと納税個人だけなんですよ。だからちょっと気をつけてほしいですけども、個人で、あの、住民税払ってる人は確か対象なんですよ。だからあの、サラリーマンでなくっても、不動産をね、こうバンと売って、あの、不動産の贈与益っていうか、あの、なんだろう、不動産売買の売却益ですね。それも、ふるさと納税対象だし、株やってて、株でむちゃくちゃ利益出したとかっていうのも、株、あの、20%、あの、所得税と住民税取られるんで、それもね、ふるさと納税対象なんですよ。だから、サラリーマン以外のね、何らか所得税と住民税払ってる人は、あの、ふるさと納税、いける可能性があるんで、まぁ、ちょっと税理士とかね、ちょっと相談してみてもらってもいいかなと思います。うん。これでかいっすね。ほら。ねえ。食べ応えがある。うん。どうしてしまった。うん、うまい。うん。コーヒー牛乳ですね。やっぱ牛乳とカステラね、むちゃくちゃ合いますね。もういくらでも入っていくみたいな。美味しいです。それさどうで頼んでますかね。ぜひやった方がいいですよ。あのもう今楽天がいいですね。楽天のふるさと納税圧倒的にですね。あのいろんなサイト、さとふるとか、あのなんかふるさとチョイでいろんなサイトあるんですけども、あの、ふるさと納税の、もうダントツに、あの、ズバ抜けて楽天ですね。あの、なんでかって楽天ポイントがつくんですよ。だからあの、10万円分とか、例えば寄付したりするじゃないですか。そうすると、SPU とか、その、ふるさと納税も対象だし、お買い物マラソンみたいなのとかあったりとかすると20倍ぐらいになったりするんで、だ今回、あの、10万ちょっと寄付して、ポイントね、あの、2万3000ポイントぐらい返ってきましたね。やべえっすよ、これ。だから、ポイントも得られるし、2000円手数料かかるって、ポイント還元考えると実質、ね、大儲けっていうか。ただまあ本当はね、この、なんだろう、自治体の税金の使い道としてはね、あんまよろしくはないっていうのもあって。まあなんでかっていうと、本当はね、あの、自分が住んでんだったら、この、愛知県とかにね、こうあの、
税金を納めて、まあそこでですね、自治体、まあ名古屋市とかですね、使わなきゃ、使うためのものを、全然違うところにね、納めて、返礼品欲しさに、まあ納めて、で、まあ、その、なんだろう。しかもこんなね、カステラ送ってきたりとかするから、税金が、弱まるわけですね。例えば10万円寄付したとしてもね、カステラが何千円とかね、ポイントバック何万円とか言うと、ほとんどビビたるものしか税金使われなくなっちゃうんですよね。だから、ふるさと納税、大きな町とかは不利なんですよね。うん。で、まあ、自治体もね、受けれるとかはいいですけどね。まあ、泉佐野市が問題になったりとかしましたよね、やりすぎて。まだ戦ってるのかもしれないですけども。まあ、そんな感じで、税金の使い方としての制度は良くないと思いますよ。ただまあ実際にもう制度あるから普通に使わなきゃ損っていう感じで使っちゃってますけれども。4切れ目。お、なんか、3分の1食った。うん。うまい。そうなんですよね。まあ、いろいろありましたよね。うん。なかなか。うん。じゃあ、最後に。うん。うまい。一人だと、食い切る人いないかもしれないですね。まあ、家族、何人か3、4人分ぐらいあるでしょうね。一人で食い切るやつはいないでしょうね。うん。古来伝統の味ですね。うん。ごちそうさまでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10切れですね、全部で。10切れあって、4切れ食べました。まあ、切りがいいので、じゃあ半分食べましたね。5切れ目。いきます。なんだそりゃっていうね。うん。うまいわ。やっぱ、こう、ザラメがね、結構いい味、ザリッとしてね、アクセントになって美味しいです。ザビールさん、ありがとうって関係ないから。なんだろうね、このザビーですよ。うん。カステラのしおりってあるんで、ちょっと読んでみますかね。長崎カステラ。もう長崎といえばもうカステラ結構出ますね、ちゃんぽんとね。長崎カステラは今から約400年前ポルトガル人によって伝えられました。長崎では南蛮菓子として売り出され、南蛮文化の交流とともに、本場長崎のカステラはその風味と独自の独特の特味により全国の菓子界を風靡し、ちょっと漢字が難しいですね。今日の名声を得るに至るに至りました。カステラとはポルトガル語で16世紀スペインの中にあったカステリア王国のお菓子が語源とされています。長崎カステラの特徴は、カステラの底にザラメを引いて、その製法工の技術を要し、一蒸し一蒸しごと丁寧に、一釜一釜ほど丁寧に焼き上げております。偉人堂のカステラ、原材料吟味し、品質の向上に研究を重ねてまいりました。偉人堂のカステラは、独特の風味、長崎の味、香りとして好評いただいております。今後も一層引き立てていただくようよろしくお願いします。おぉ、いいっすね。これザラメが特徴みたいですね、やっぱり。うん。でも前は。うん。おぉ。まあ今日の動画はノンストップでこれをあげますかね。うん。半分食べた。また夜が明日食べますかね。袋に入れてやれば乾燥するとね、ちょっとまずそうなんで。うん。おいしい。なかなか自分でカステラを食べる機会ってないですからね。うん。
ふるさと納税があるおかげで、カステラ食べられる。2個、それはごちそうさまでした。半分。では皆さん、バイバーイ。ウェイ。